ちへ回れってことよね。こいつらが私をこっちへ回れと誘ってるもの。誰かいる。そうに決まってるわよ。だって10頭
ロの黄金よ。時価にして200億円の黄金よ。見つけたわ。誰よりも早く私が見つけたわ。全ての幸せはこの黄金を溶かすことで生み出すことができる。このお金があれば夫の会社はもう大丈夫。私たち家族はずっと幸せ。そして長寿にも莫大なお金を残してあげることができる。他の親戚たちなどやがては没落して消えるわ。その時ジョージはこの黄金を使って失われた後宮家の遺構をまるでお父様がそうしたように復興させてみせるのよ。その時誰も異論を挟めないわ。ジョージこそが後宮家の本当の跡継ぎなのよ。遂げたわ。やったわ。あなたジョージ。私は母さんはついに成し遂げたわよ。もうこれで誰にも脅かされない。おめでとう、私。おめでとう、後宮エヴァ。私たちの悲しい半生は今ここに全ての念願が叶って消化されたわ。あなたのおかげよ。あなたの魔法があったからこのチャンスに恵まれた。このチャンスがあったから私はここにたどり着くことができた。ありがとう。でも私の魔法は私たちが互いに信じ合わなくちゃ叶えることができなかった。だから私の魔法の力だけじゃない、私たちの勝利よ。だからこそおめでとう、私たち。ありがとう、私。ありがとう、後ろ見合えば。今日までくじけなくてよかった。悲しみに溺れあがくことを忘れなくてよかった。いいえ、これは私の魔法、私たちの魔法。あなたの魔法は本物だった。森の魔女ベアトリーチェなんてすでに幻想。あなたこそが本当の魔法が使える本当の魔女。そうよ、あなたこそが今や
黄金の魔女ベアトリーチェなのよ。姉さん、こんなところで何をしているの？お互い様よ。あなたこそこんなところへ何のご用？姉さんにヒントをあげるんじゃなかったわ。そうだったならここにたどり着いたのはきっと私が一番だった。残念よ。言うわね、私より遅くたどり着いたくせに。アユの皮に悩みすぎたわ。アユなんて大した意味ないじゃない。そんなことないわよ。立派なヒントだったじゃない。まあ確かにアユである必要はなかったかも。でもアユが海に出る魚だと聞いて私はそれで気づいたの。この奥には何が？自分の目で確かめたら？あなたの想像をきっと裏切らないわ。うん、怯えないで姉さん。私はもともと当主が誰になるかなんて興味ない。後ろ宮の席だって興味ないしね。本音を言うと自分が当主になるんだってずっと威張り散らしてたクラウス兄さんから姉さんがその座を奪うならかえって小気味がいいくらいよ。本気で言ってるの？もちろんよ。私は後宮兄弟のはぐれ者。仮に私が当主後継ぎだとお父様に指名されたとしてもそれを兄さんたちが認めてくれるわけもない。そこまで甘い夢は見てないつもりよ、うん、私にも見せてよ姉さんの勝利の証を。私は兄弟で取り決めした正当な取り分さえもらえればむしろ姉さんがこのゲームの正当な勝利者だと積極的に認めるつもりよ。私を撃っちゃえばこの黄金はローザの独り占めになっちゃうわね。それは同じよ。姉さんが私を撃てばこの黄金は姉さんの独り占め。そうね、相手を撃って黄金を独り占めにしようという提案はお互いにとって魅力的ね。でも台風で隔絶したこの島から突然失踪すれば絶対に大騒ぎになる。ここに死体を隠せば簡単には見つからないだろうけどそれも絶対ではない。何百億円の黄金があろうとも殺人の罪を犯すリスクには割が合わないわ。むしろそれを出しにされてクラウス兄さんたちに絞り取られるのがオチね。同感よ。ここに現れたのが兄さんやルドルフであるくらいならあんたであったことは不幸中の幸いかもしれない。私は兄弟であんたを一番信用してるもの。ありがとう。私も姉さんのこと兄弟で一番信用してるわよ。私も黄金が見たいわ。見る？私ももう一度見たくなったわ。この目で見たにもかかわらずまだ現実感が湧かないの。あなたと一緒に見て確かに存在することをもう一度確かめないと霧になって黄金が消えてしまいそうな気がするわ。
おめでとう、姉さん。ありがとう。姉さんが決めたのよね。後ろ宮家当主跡継ぎの肩書きに5割って。ここで聞いてくるとはね。今やそれは、クラウス兄さんのことではない。だから、姉さんの取り分が5割とその4分の1で、125億。すごい取り分じゃない。私は25億で満足よ。ルドルフ兄さんだって文句は言わないわ。文句を言うのは、クラウス兄さんだけでしょうね。ええ、そうね。何しろ六軒島の実質的管理者は兄さんだもの。そしてその敷地内に黄金があった以上、第一発見者が私でも、うまくことを運ばないとややこしいことになりそうよ。ならないわよ。そこまでをも想定して、私たちは昨夜散々議論を尽くしたんじゃない。果たしてそううまくいくかしらね。私はもう、すっかり興奮は冷めてるわよ。ここからの調整の方がむしろ問題ね。それは、新しき後宮家当主の問題ね。姉さんが楽しむべき問題よ。私には関係ないわ。言うわね。第二発見者として、姉さんに協力するから、どうか例の前払い分。私の1億5千万だけは、3月までにお願い。ええ、いいわ。私に協力するなら、それくらい気前よく払うわ。私は兄さんじゃないもの。とりあえずは兄さんたちを驚かせましょう。実際の場所は伏せるにしても、早くクラウス兄さんの驚く顔が見たいわ。ちょっと待ってよ、ローザ。それをみんなに伝えるのはまだ待って。え？どうして？バカね、決まってるでしょ？相手はあの尊大なクラウス兄さんにずる賢いルドルフなのよ。やがては発表するにしても今はまだ早いわ。どうやって話を進めるか慎重に検討してからじゃないと、せっかく見つけた黄金を全て兄さんにかすめ取られることもありえるわよ。何か不満なの？クラウス兄さんたちの性分はあんただってよく知っているでしょうが。姉さん、それはルール違反よ。何の話よ。私たちは誰が黄金を見つけてもすぐに報告するというルールになっていたはずよ。それをしぶればルールの根底が崩れて後で何かの火種になるかもしれないわ。クラウス兄さんが狡猾であるならばあるほどに、そのルール違反は後でこじれるわ。バカ言わないで。ここは兄さんの島なのよ。そしてさっきの黄金はキャッシュじゃない、10トンもの莫大な換金物の山なのよ。運び出して現金化するには相当の手間をかけるわ。そしてそれはこの島を実行支配している兄さんにあらゆる面で有利に働くわ。そんなこともわからないの、あんたは。そういう腹の探り合い、私は好きじゃないの。私は自分の取り分の25億をはっきり確定させたいだけ。もちろん姉さんが私に現金25億を今すぐ渡してくれるなら、あとは姉さんがどう交渉しようと勝手よ。でも私の取り分が手元に入るまでは、私は兄弟のルールを遵守するわ。何を甘いことを。あんた、兄さんのずる賢さを何も分かってない。ローザ、悪いけど今だけは私の言うことを聞きなさい。言うことを聞かないと1億5千万は用意できないってこと？そういう言い方をしているつもりはないわ。でもあなたが本当にそのお金を必要としているなら、私に協力した方が現実的よ。兄さんたちに話せばその当然の取り分すらもなくなってしまうかもしれない。それは嫌でしょう。
やれやれ、物騒な殺人事件が起こったばかりで、その犯人がまだ島の中にいるかもしれないってのに、こんなところで立ち話なんて、私たちもつくづく不用心ね。どうせ使用人たちの茶番でしょ。この島で殺人事件なんてもともと起こってないのよ。あら、やっぱりそう思う？6人の死亡状況ではっきり説明がつくわ。あの6人の密室は外部犯行では絶対に作れない。南條先生は全員死んでるって言ったけど、あれも嘘ね。これは全てお父様が仕組んだ手の込んだお芝居よ。使用人たちはみんな死んだふりをしているだけよ。もともと殺人なんか起こってない。殺人犯なんかうろついてるわけがないのよ。へえ、あんたがそれに気づくとは意外ね。割と怯えてるように見えたから、そこまでは気づいてないと思ったのに。私、そういう場の空気は読む方なの。おかげさまで鍛えられたから。すべて私たちに碑文に挑戦してもらおうというお芝居だからこそ、姉さんが勝利者であるという宣言が必要なのよ。あの少子体が本当のお父様のわけがない。足の指の数が同じ死体をどこかで調達して、わざわざ悪趣味に焼いてみせたのよ。きっとどこかに隠れて私たちがどう振る舞うかを監視してるわ。姉さんが黄金鏡に至ったこともきっとすでに知るところよ。だからこそ早く姉さんが勝利者であると宣言すべき。きっとお父様がどこからともなく現れて手を叩きながら、姉さんこそが後継ぎだと宣言してくれるわ。まあでも、私は姉さんから1億5000万を無心しなくてはならない以上、何も逆らうことなんかできないわね。私の言うことを聞いて兄さんたちには黙っているということね。うん、そこをはっきりさせなさい、ローザ。私は話したいわ。ルールを定めたのはつい昨夜よ。それを保護にすべきではないわ。もちろん必ず兄弟の前で発表はするわ。でもその前によく状況を確認したいのよ。10トンの黄金の運び出し、そして監禁、公平な分配、それを兄さんに出し抜かれずに行える裏付けが取れるまでしばらく考える時間が欲しい。それまで発表を待ちたいというだけの話よ。決して独り占めしたくて内緒にするわけじゃないわ。やがてはきっとみんなに発表するのね。ええ、もちろんよ。私だって早く兄さんの鼻を明かしてやりたいもの。姉さんの言う考える時間というのはどの程度のものなの？そんなの考えてみなくちゃわからないわ。一晩あればそれは十分？一晩ってそんなの約束できないわよ。次期当主の姉さんに敬意を表して一晩は姉さんに協力するわ。今年の親族会議は台風が通り過ぎて船が迎えに来る明日の朝まで。そうね、ウミネコの鳴く頃にはお開きになる。そこまでは私も黙ってることにする。それ以上の考える時間が必要だというのなら、その時に改めて相談しましょう。私は最大限汲み取って協力するわ。あんた食えないわね。びっくりよ、それだけのたくましさがあったなんて。女は子を持つと強くなるって本当ね。マリアを産んで私はそれを強く自覚したわ。わかったわ。とりあえずはあんたの協力に感謝するわ。明日の話は明日すればいいことよ。ええ、そうね。姉さんが黄金を独り占めにするなんて考えない。公平な当主跡継ぎだと信じてるわ。もちろんでしょ。ちゃんと黄金は兄弟で山分けするわよ。いやよ、これは私が見つけた。私が
私たちが碑文の謎を解いたんだから。だからこの黄金は全て私のものだってば。誰にも譲らないわ。私が後宮家の当主なのよ。私が。わらわがそれを認めようぞ。そなたこそ魔女の碑文に選ばれし正当なる後宮家の当主。今こそそれを我が名において認めようぞ。あんたはその格好、まさか本当にベアトリーチェ？いかにも、わらわが黄金の魔女、ベアトリーチェである。そう怯えることはないぞ。わらわはそなたの偉業を称えておる。本当に素晴らしい。あの碑文の謎を見事解いてみせたとは、わらわを感嘆させるに値する。あの手紙の差出人はあなた？なら私は、すべての黄金と後宮家の家督を引き継げるのよね。あなたはそうあの手紙に記したわ。そして私はその挑戦に打ち勝った。わらわはそれを認めようぞ。今やこの積み上げられた黄金のすべて、後宮家のすべてをどうしようもそなたの自由ぞ。何しろ今この瞬間よりそなたはもう後宮家の当主なのだから。本当に？本当よね？本当よね？興奮するでない。わらわはそなたを率直に褒めておる。その証、そなたにこれを授ける。金蔵より返還された後宮家当主の証である黄金の指輪だ。今よりそれはそなたのもの。それを指にはめ兄弟たちの前で高々と掲げるがよい。そなたが今や後宮家の家督を継いだことに誰も疑いを挟めぬであろうぞ。その指輪も喜んでおろう。それほどまでに指に通すことを夢見ていたそなたのもとへ行くことができたのだから。指輪、お父様の指輪。そなたはそのようにして自らの指に通すことをどれほどの世に夢見てきたのか。その思いの強さそなたの魔法につき、それを実現させたのだ。そなたは今や立派な魔女を名乗る資格があろうぞ。あなたは何者なの？本当にベアトリーチェなの？我こそは黄金の魔女ベアトリーチェ、後宮家顧問錬金術師。金蔵との契約に従い、そなたに今こそ全てを受け継ごうぞ。金蔵に託した全ての黄金、そしてそれにより築き上げた全ての財産、そして後宮家の家督と名誉、そして我が力と無限の魔女の称号をそなたに引き継ごう。魔女の称号？わらわの全ての魔力と
無限の魔女にして黄金の魔女の称号をそなたに引き継ぎ先代に従い、称号とともにわらわの名ベアトリーチにそなたに譲り、今こそそなたが名乗るがよかろう。我が名においてこれより黄金の魔女の継承を執り行おうぞ。魔女の碑文の謎を見事解き、この黄金鏡へたどり着き、その偉業を果たし、そなたに無限の魔法のすべて、無限と黄金の両魔女の称号を引き継ぎ、そなたはこれベアトリーチェを名乗るがよかろう。さあ面を上げ、そして立ちてこの杖を受け取れ。 ありがたき幸せ。姿を見せてやるがよい。そなたこそが今や新しき魔女であることを知らしめてやるがよい。さあ皆の者、ベアトリーチェの肖像画を全て新しきベアトリーチェに差し替えよ。新しきベアトリーチェに祝いの言葉を捧げよ。新しきベアトリーチェよ、黄金の魔女の継承おめでとう。あなたが一日も早く誇り高き黄金の魔女として、そして無限の魔女として一人前になることを願っていますよ。はい、頑張ります。やんちゃな先代と違い、あなたには無限の魔女にふさわしい落ち着きを期待していますよ。お師匠様、今は真面目な儀式中なんだから、そういうのはなしで頼むよ。黄金の魔女の結晶おめでとうございます。新しきベアトリーチェ様、私はロノウエと申します。黄金の魔女様にお使いを許されている72柱の悪魔でございます。これより常におそばに控えております。何か不自由がございましたらいつでもお申し付けください。 ありがとう。ロノウエは口は悪いが頼れる男。魔女としての新しき日々への戸惑いはこの男に相談すれば晴れるであろう。そして先代ベアトリーチェ様、ようやくこうしてお会いできたのに
これ以上のお使いを許されず、とても残念です。この戦略家、とても楽しく過ごさせていただきました。深く感謝いたします。そなたとの戦略退屈はなかった。新しき魔女の世話、どうかよろしく頼む。はい、先代ベアトリーチェ様の最後のご命令、このロノンでしかと聞き届けました。感謝しなさいよ。あんたの魔女継承の推薦人にサインしてあげたんだからね。つまり私がサインしなかったらあんたは魔女になれなかったってわけだから、少しは感謝なさいよね。こちらは絶対の魔女ラムダデルタに、そなたの無限の魔女継承には元老院の魔女の推薦が必要なの。ラムダデルタ卿はそなたを推薦され後見人となってくだされた。どうも。ちょっとベアト、この子感謝が足りないわ。やっぱ推薦やめる。推薦人は子供の使いじゃないでしょう。サインしたならきっちり責任取りなさい。ラムダデルタ卿は絶対の魔女でもある。絶対の魔女、運命を強固にする絶対の運命を好まれ、そなたの今日までの努力をとても気に入り高く評価してくだされたのだ。まあ不遇の少女時代と報われない努力にね、ちょっとだけ同情しただけなんだから、別にかわいそうだからとか思ったわけじゃないわよ。うぬぼれないでよね。つーんだ。私から見ればあなたの継承はまあ奇跡というよりは偶然ね。私が推薦するには私はこちらはベルンカステルか。とても気難しい御仁でな。だがこうして参列し祝福してくれただけでも良好というもの。千年ぶりの珍しいイベントだから来ただけ。おいしいお酒も出るそうです。新しきベアトリーチェ様、ぜひ私たちにもご挨拶させてください。え、あ、どうもはじめまして。こやつらはわらわに使いしかぐ継承祝いにそなたに使わせる。そなたには黄金の魔女を継承した後、自らの復活の儀式を執り行ってもらわねばならない。その儀式に煉獄の七姉妹たちは欠かせぬ役割を果たす。くせ者ぞろいだが役には立つぞ。手足とするがよい。常にベアトリーチェ様のおそばに。何事もお命じください。必ずや遂行してご覧に入れます。これはどういうことなんだ。もちろん鵜呑みにするつもりはねえが、一体どういう意味なんだ。エヴァおばさんが新しいベアトリーチェに魔女になっちまったっていうのか。そんなバカな。わらわも驚いておる。まさかあの碑文を解く者が現れるとはな。しかしそういうルールだ。わらわはそれにのっとり黄金の魔女の座と我が名を引き継がねばならぬ。驚かれるには値しますまい。お嬢様はもとよりそういうルールを手紙に記されて公示されております。エヴァ様がそれを最初に成し遂げた、それだけのことでございます。ヴァルゲリア、いるか。はい、おりますとも。この茶番が意味するところは何だ。おかしな魔女たちが次々と現れる描写はあいつのざれ言だとしても、これじゃまるでエヴァおばさんが魔女になっちまったみたいじゃないか。
落ち着いて。黄金の魔女という称号が継承され、あるいは以後自称するだけに過ぎません。この継承式はそれをあの子の解釈で演出したものに過ぎないに違いない。同じ手に何度もかからないで。そうだな。この盛大な式典は全てまやかしだ。だがエヴァおばさんが碑文の謎を解いたことまでは事実。そしてそれは同時に後宮家の家督を受け継いだことも指す。そして10トンの黄金を得たということは、エヴァおばさんが黄金の魔女を自称してもいいということなのか。くそ、相変わらずややこしいことをしやがって。やれやれ、無粋なる人間には式典の荘厳さを介することもできぬか。まあ、空気を読めぬのが人間というもの。そなたを哀れには思うが、責めはせぬぞ。くそ、かわいそうな人を見るような目で見やがって。だがとりあえず確認をする必要はある。それはあの若返ったエヴァおばさんみたいな分身、つまり新しいベアトリーチェとかいうやつの定義についてだ。あれは何なんだ。わらわがそれを語ろうとも、どうせそなたは魔法は信じぬ、魔女は信じぬの一点張りである。だからわらわから説明することは特にない。そなたが思う通りに信じればよ。俺が思う通りだと？じゃあどう解釈すりゃいいんだ。後ろ宮エヴァの内面的別存在の資格かと今は捉えていただき、差し支えないかと思いますよ。もちろん鵜呑みにはできませんが、今はそう理解するのが妥当でしょう。つまりエヴァおばさんも彼女も同じ人物だと理解すべきなんだな。くそ、なんだか気持ち悪い展開になったぜ。そういうわけで、これよりベアトリーチェはわらわの名ではないぞ。後ろ宮エヴァに引き継いだからな。というわけで、わらわは名なしだ。バトラー、何かわらわに適当なふさわしき名はないものか。そなたの推薦を受けるぞ。何か上品で気品あふれて、できればちょっぴりキュートな名前はないものか。お前なんかベアトのまんまで十分だぜ。ベアトとベアトリーチェで十分区別つくだろ。ベアトのままか。違和感はないな。なぜだかつまらぬ。紅茶の温度と女心はいつの時代難しゅうございます。バトラ君、とにかく以後は冷静に。現在の彼女は後ろ宮エヴァと判別がつくだけ、私たちに状況は有利です。この子がベアトリーチェだった時に比べれば。だからこそかえって気に入らねえんだがな。何を考えてるんだベアトのやつめ。おめでとうよ、エヴァおばさん。
魔女に拍手してるわけじゃねえぞ。エヴァおばさんのこれまでの努力に拍手してんだぞ。わらわもだ。あの碑文を見事に解いたエヴァに対し率直に祝福の拍手を送っておく。お前と一緒に拍手してるってのが気に入らねえが、ま、今は気にしねえことにするぜ。たまにゃ、お前と一緒に拍手しても罰は当たらんか。たまにはおつげある。しかし拍手って楽しいな。成し遂げたのはわらわではなくエヴァであるというのに、なぜかこっちまで嬉しくなってきおるわ。祝福するってことはその喜びを共感する、共有するって意味だからな。なるほど。ではこのわけもなく嬉しい気持ちはそなたとも共有できているというわけか。互いを屈服させようとする敵同士でありながら、これは奇異な体験よ。ま、今だけは休戦で手を叩こうじゃねえか。